ここはジャングルの一角、岩肌に隠れる形で今私は焚き火をしてるんだね。この状態から始まるんだ。ですね、今回からちょっとグリーンヘルの有名な、ジャングルサバイバルゲームだね、グリーンヘルの VR 版をやっていこうかなと思うんですよ。これ私の手だ。ほら動く。親指が動いてる。親指からなんか光線も出てるな。ちょっとね、VR ということでいろいろ不安もあるんですけど、不安もあるんですけど、おお、ちゃんと動くね。これ結構楽しみにしてたのでね、このゲーム、最初からやっていこうかなと思います。日本語対応してるのでね、ストーリーでいいのかな？ストーリーモードをやっていきます。で、結構難易度選べんのか。こんなに選べんのか。ジャングルへようこそでいいか。ウェルカムトゥーザジャングルだな。ウェルカムトゥーザジャングル。これでいこう。デイワン。始まったな。サイキャリブレート。いきなりもう、ジャングルにいるっていう前提で始まるんだ。ポーズ、キャブリレーション、ボタンを長押しして座り立ち姿勢の設定をリセットする。いや、いきなりよくわからないな。ちょっと、設定は気の済む形で整えたいけど、あ、誰かいるよ。あそこ誰かいるじゃん。あっち行ってみよう。あそこに誰かいるんだけどな。あっちには行けないっぽいんだよね。ってことは、あ、これか。これを登らなくちゃいけないんだ。ラインを掴んで自力で登るか、ラインの近くでトリガーを押してテレポートする。ラインを掴む。これで掴むのか。こういう形でリンクしてるんだな。俺の手ここまでごつくはないんだけど、自分の手をまじまじと見れるゲームってなんか新鮮だよな、やっぱり。これで、ロープで、グラブ。あ、おうおうおう、すごい。すごい、掴んでる。俺が掴んでる。こんな感じで登るのか。面白。これはおもろいな。自力で登ってる感がすごい。あー、ここはザイル切れそう。登れたのか。はい、どうも。あなたは誰？様子はどう？大丈夫。登ってこいよ。トランシーバー持ってるわよね。トランシーバー、今トランシーバー越しに話してたよね。グラブ取る。ここら辺で胸元から取るのか。オッケーオッケーオッケー。で、これ選択すりゃいいの？はい。ん？トランシーバー。胸の左側に向かって手を伸ばして取るでしょ？で、空いた手をトランシーバーに近づけて人差し指をまっすぐにしましょう。You can come up. こうか。人差し指でちょんと押すのね。荷物の中にちょっと探し物がある。おー、トランシーバーを手に取って落としよう。また押すの？ちょん。お昼寝するんだろ。お見通しだぞ。お前そのうちいなくなっちゃうんだろ。分かってるぞ、そんなこと。あなたに隠し事はできないわね。あれ取っていい？あれ取れたよ。ほこり岩。ほら。あ、投げられない。くそ。この先に谷がある。谷の場所に行けばいいのか。で、胸の右側に向かって手を伸ばし、グラブでノートを取りましょう。右側にはノートがあるんだ。お、あるね、ノート。これか。あんまり揺らさないようにしたいけど結構むずいんだよな。まだ何の情報も書いてないね。空いた手をノートに近づけて人差し指をまっすぐにしましょう。結構むずいんだぞ、人差し指まっすぐにするの。で、人差し指をストーリーの目標タブに合わせてトリガー。これか？うい。ちょん。ちょん。キャンプを見つける。なるほど。これは私たちのキャンプなのかな？誰かのキャンプなのかな？ストーリー目標タブでは現在の目標と撮影した目標が確認できる。定期的に見るかわからなくなったら確認するようにしましょう。オッケーオッケー。これで離すと、右ポケットに戻ってる。
これで横への振り向きもスムーズになったね。あ、こっちの方が映像的には見やすいよな。まあ俺が酔う確率が格段に上がるんだけど、これで向こうのキャンプを探せばいいんだよね。これ走るとかは、トランシーバーを手に取って使いますか。またなんか言ってんのか。ボートは係留したか。おい、ボートは係留したか。もちろん。ジェイク、こんな時におかしいんだけど、また来れて嬉しいわ。あ、前に来たことがある場所なんだね。すげえ文字が揺れちゃうな。これ揺れないようにできないかな。そうだな、ここは綺麗だ。でもなんかいるんだろう。あ、こっちにも道があるな。そもそもの目的を忘れちゃいけない。落ち着いたらすぐにヤブフアカ村に行く。なるほどね、ヤブフアカ村どこにあるんだろうな。だけどもしも何も話してくれなかったら。あまり先のことを考えるな。君は最高の通訳者だ。話せるのは君しかいない。ああ、原住民の人たちと何かコンタクトを取るとかそんな感じか。ああ、私は人類学者らしいね。ヒギンズか。私ヒギンズなんだ。久しぶりに私個人の固有名がついてるな。こっち行き止まりだね。これもいらない？こっちかな。お、イグアナがいるじゃん。おお、イグアナ、イグアナ、スーって歩いていくな。体幹が全然ブレてないところを見るに、コンピューター味を感じるけどな。お、キャンプあるよ。あそこにはそのまま飛び降りればいいのかな。飛び降りれんのか。お、お、あ、気持ち悪い。やっぱ落ちる感覚が一番怖いね、VR は。はい、はい、で、ミアね。あ、彼女はミアって言うんだね。これで見つけたぞ。テントを見つけたぞ。まあ無事だよね、どんな感じって言われても。しかし驚きだな。テントまで用意してあるなんて。さすがソルトレイル社、必要なものは全部ありそうだ。ああ、会社のバックアップがあって調査に来たのか。なるほどね。左肩に手を伸ばしてグラブでバックパックを手に取りましょう。左肩、はい。こういう持ち方できるの、バックに対して。握力すごいな。左腕の筋力なかなかなことになってるけど、こんな軽々しく持てるんだ。で、バックパックに缶を3つ入れましょう。バックパックに直接入れる。あ、これを、あ、こうやって入れるのね。入ったのか今。あ、入ってる入ってる。あ、缶入ってるね。さっき入れたやつが入ってるんだ。で、荷物の重さもここに出てるね。 1.2 ってなってる。これで移動速度が制限とかされちゃうのかな。さあ、デイ2になったな。まあ、チュートリアルだけだったな、デイ1は。まあ、なんてことはなかったけども、これでやっと一息つける。それがどういうことか分かってる。ああ、でも考え直した方がいいんじゃないか。君一人であの場所に行くのはいいアイディアとは思えない。この中にいるの？いる？どこにいるか見えない。もう一人で行かなきゃ。そうじゃなきゃ。心配しないで。さあ、薪を集めて素敵なディナーと行きましょう。火を起こす必要があるみたい。ノートを開いて火の項目を選択しよう。ノート。これか？はい。で、これで小さな火っていうのをクリックすればいいのか。はい。お？これで焚き火を建築する場所を選べるのか。あ、なるほどね。ノートからそのまんま焚き火とかができるんだね。さすがにテントの中にやるのはまずいよな。結構立派なテントだよな、これ。じゃあそこの前方あたり、ここら辺に。てか資材足りるのかな？わかんないけど、ここに建築。お、できたできた。これで焚き火が、木を切る道具を見つけるってなったね。これはまだ完成してないんだね。小さい棒を6個必要としてるから、それを集めなくちゃいけないんだ。で、そのためのこれかな、このナタを使って、木を切り倒して木材を手に入れましょう。なるほどね。適当な木切ってみっか。
これいける？結構こいつでかいよな。これでかいな。はい。カバンがいくつか見つからない。本当に全部持ってきたの？Yeah, everything the porter's left. ああ、運んでもらったものは全部。何か足りないのか？何？取られてる？確かじゃないけど、そんな気がする。鼻で笑ってるけど。ちょっと、君は生きててね。これ、でも絶対一人になるやつだよね。これ、あ、これで切れる。叩きつければ切れるぞ、木が。おお、自分でやってる感がすごい。おお、出た出た出た。これで、これでもう間違えていらないから、捨てて、この、これそのまんま燃やせる？こんな長い棒でいいのか？これさ、これで、お、これ切れる切れる。お、すげえ。こんなにリアルに反応してくれるんだ。長い棒を、こうやって、削れてくれ。これさ、ちなみに。あ、これはいいのか。グロ、ごめん。あ、自分の腕は大丈夫らしい。ここら辺小さな棒になってるから、これを、薪として使えばいいんだよね。うん。で、こいつ絶対にさ、武器として必要になるだろうから、これカバンに入れとけない？あ、入った入った。カバンに入ったぞ。これマチェット2個持っとこう。2個持っちゃっていいかな。彼女の分も必要かな。まあでも、どうせいなくなるしな。絶対あの子いなくなるしな。これ両方とももらっとこう。オッケーオッケー。ここの、え？おー、末端。末端が目の前に。俺は怖い。こいつはいらなくて、こいつはいらなくて、掴み手をこう切り替えていけるって面白いよな。こいつは、恋なんだよ。そこの棒、これは棒だね。で、この手前も棒だね。この2個があれば、これで、やっと焚き火ができる。はい。で、最後の1個。オッケー。これで完成だね。トランシーバーでまた離すんだ。今度は？まあ、まだチュートリアルか。はい。Looks like everything's ready. ミア、ライターをくれないか。ねえ、何か足りない気がするって話しなかった。なんかバッグがなくなってるって話をしてたよね。まさかもしかして火がないの？火種がないわ。おお、サバイバル感出てきたな。ライターもマッチもどっちも注文したはずだ。ちゃんと確認したか？ああ、まだ文明の利器に頼ろうとしてますね。昔ながらの方法でやるしかないわねって言ってるな。どうする？擦り合わせるんだよね。ノートに追加された新しい制作物を確認する。おお、なるほどね。また新しい。これか。ファイヤープロ。ちょっとこれ被るんだよな。オッケー。これを、お？それだけじゃないわ。これだけじゃダメなのか。まだ必要なのかな。救急箱も衛生用品もない。マジでなんもないな。じゃあ一体何を持ってきたんだ。バッグだけしか持ってきてないのか。残念だけど盗まれた理由がわかる気がする。薬なしでやっていかないと。いやー、まあそうなるわな。そうなるわな。何もかも整った状況じゃサバイバルとは言わないもんな。この中で薬品も自分で作んなくちゃいけないんだね。どうやって作るんだ、包帯とか。このファイアープローってのはここからは作れないのか。さっき、焚き火はここから作れてたけど、テーブルを製作しましょうっていう風にチュートリアルではなってんだよね。テーブルはこれなんだよね。製作台。これを作るのか。あ、これは指させる。先にこれをやれってことか。ここに。はい。え？もう完成したの？え？さっきみたいに素材を突っ込むとかじゃないんだ。クラフトテーブルに必要なアイテムをすべて並べよう。
何が必要なのか分かってないけど、多分このファイヤープローじゃないのかな。棒または板、小さい棒、防火板と小さい棒ってことか。 OK、防火板、小さい棒、まず棒があるね。棒をこれ並べる、これ並んでる、この上に置いとけばいいのかな。これで並んでるって言えるんだろうか。小さい棒、あ、なんか出たな。棒と小さい棒、あ、これでファイヤープロっていうのができるね。なんでここだけ日本語化されてないのかな。クラフトの完成形が半透明で表示される。掴んでクラフトしよう。これを掴めるの、これ掴めんのかな。グラブ持つ製作、チュートリアルがいい感じに邪魔してるんだけど、はい、あ、これで作れたのか。あー、掴むことで製作がされるってことだね。火起こしには燃えやすいものが必要。鳥の巣、繊維、切り落とした乾いた葉などを乾燥したものを探しましょう。どうすりゃいいんだこれ、どうすりゃいいんだ。結構地道に作業していくことになるんだな。あそこにさ、あれ鳥の巣だよね。あれ燃やせるんじゃない。どっかに鳥いて襲ってくるとか大丈夫かな。パッと見いなそう。あれ取れるでしょ、あれをさ、あ、取れる取れる。鳥の巣を、すまんな、燃やさせてもらうぜ。握りつぶしたな、よくこんな大胆に持てるな。爪貫通してっけど結構脈がしっかり見えるんだな。まあ、ともかくこれで燃やすことできるんじゃない。これどうやって使えばいいんだろう。ヤシの葉が邪魔だね。これをどかして、ハンドシミュレーターなのよ。これでスロットに、これでヤシ、あ、鳥の巣を緑の状態、これで離す。あ、入ったね。これで、どうやって燃やすんだ。この棒を取ってこうか。おおお、煙が出た、煙が出た、すごい、こんなんで燃えるんか。おお、で火起こし道具スロットに燃えやすいものをドラッグドロップすると燃えさしができます。ちょっと待って、何を言ってるかわからない。燃えやすい火起こし道具スロット、火起こし道具スロットって何。あ、消えた。あ、結構リアル思考なんだな。ちょっと待って、火起こし道具スロットってなんだ。また掴んで、擦るじゃん。これで擦って、あ、火がついた、火がついた。すげえリアル。これで、この棒を、これどう？これ燃えさしじゃないの？どうするんだ？これを、まず燃やして、これ持てるとか？あ、持てるの？持てるの？持っていいの？こいつを、ちょっと待って待って待って、こいつを、そこに、ほい。それで燃えない？それで燃えない？いや、発想はこれよね。持てるのか、まさか、火種、ね。俺の手持てるの？こすって、持って、あ、入れられる！あー、ついた！やっとついたよ、ミア。だいぶカットしてるだろうけど、苦戦した。このまま直手で掴むってなんだよ。あー、お待たせ、ミア。やっとできたよ。ミア。もしもーし。火がついたよ。ほら。ミア、おいで。ミア、どこにいんだ？多分、この向かいの部屋にいると思うんだけど。お、ムービーか、まさかの。お、ミア！おはよう。ずいぶん落ち着いてるね。パンツ見えてるけど。どう説明すれば、変だけどここは安全な気がするの。向こうに比べれば、ジャガー、毒クモにヘビ、おまけにサソリ、アリに噛まれるだけでも恐ろしく痛いんだぞ。そうだよな、ジャングルってそういう場所だもんな。分かってる。
それでもここなら何かを達成できるかもしれない。家にいても何もできずに待つしかないもの。自然の中にいる方がいいわ。あ、そういうタイプの人ね。俺虫嫌だからな。愛してるよ。あ、恋人なのか。もしこの夢のためのどこに行くことになるのか知ってたら、君、なんて言ってたんだ今。そうかもね。でも誰かがそんな考え方だったら、どんな科学も進歩しないわ。自分を責めないで。すべてをやり直す時間はきっとある。なんか私はミスをしたのかな。それをミアがフォローしてるみたいな。それと私も愛してる。とはいえ君一人でヤブフワカと会うのは心配だな。大丈夫よ、私が一人で行く。他には方法はないって決めたでしょ。それにあなたは受け入れられないと思うの。何の話なんだろうな。よそ者はお断りなんだ。軍のヘリに向かって矢を撃ったくらいだからな。ああ、そういうところに行くわけだね。仕方ないわ。本を出版してからメディアや科学者や医者に追い回されているんだから。世界衛生連盟がキャンプを張って多分部族のタブーを犯すような研究をしたんでしょう。でも私が必ず説得するわ。あー、誰かが部族を怒らせたってことか。 Day 3。 ちょっとすげえかぶって見づらいんだけど、 I'm at village Call me with radio when you wake up。 起きたら呼んでね。あー、村に向かったんだ。部族の村に行ったんだね。 There's a little gift for you。 あ、小さなプレゼントがあるよ。 Love Mia。 なるほどね。どうやら部族を誰かが怒らせた、私が怒らせたのかな。それに対して説得に行くっていうような話かな。若干文章がメディバル文章になってたんだけど、プレゼントってのはどれなんだ。あ、贈り物あるじゃん。お、時計あるじゃん。時計を、腕時計。すごい。これはこっちで掴んだ方がいい。あー、どっちにつけるかか。俺ね、腕時計基本つけない派の人間なんだけど、こう見るか、こう見るか。まあ、挙動的には、こっち、俺左利きなんだけど、こっちにつけた方がいいかな。うん。これが、おー、今14時。お、なんか、ライフゲージとかいろいろ出てんのか。すげえ、高性能。こういう装備品もあるのね。ちょっとこれはミアに礼を言わなくちゃいけないね。これはいい。しかもソーラーバッテリーだ。お、ソーラーバッテリー。じゃあ電池尽きないのか。栄養素スキャナーもついてる。何かおかしなところがないか常に確認しといて。まだ来てから大して経ってないけど、ストレスは大敵よ。これストレスとかもわかんの。へえ。なんて書いてあるんだ。北に向かい、タバコを見つける。6895、スマートウォッチのコンパスをつけましょう。どういうこと。6895、コンパス、コンパスってどうやってつけるんだこれ。お、あ、タッチすると切り替えられるのか。これ便利だな。これがステータス値で足りないもの。これコンパス。次がこれライフだね。あー、これ産地とかもあんのかな。この緑のバッテンが何なのか分かんないけど。で、これが時間。ずーっと14時。とにかく、北側に行けばいいんだね。北側の丘の上。向こうか。向こうだな。これすげえな、このゲーム。向こうだな。なんか VR でやってる感じが面白い。自分の体をちゃんと動かさないと機能しないんだもんな。あっちの丘の上にタバコの刃がある。お、ボックスあんじゃん。お、なんか出てるな。鍵縄。コードを入力してグラップリングフックを箱から取り出しましょう。コード。あ、さっき書いてあったな。6895だったっけ。違うかもしれない。6。これ、ずれたら。いやだな。あ、8888。6。8。9。5。ハンドシミュレーターなのよ。違う。ほら、もう今度資料持ってきたけど、これ。
6895だよな。これでプラスを押せば開くのか。ハンドシミュレーター、あ、開いた。あ、なんだ、プラス押すだけだった。じゃあこれを開けて、お、なんかグラップリングあるね。上に持ち上げ、切れない。これ中に入れてあげる。で、この鍵縄を取り出す。すげえ。これは面白いな。これを左手に持って、これを投げればいいのか。頭上の丸太に向かってフックを投げましょう。あれか。これ投げられる？ちょっとあんまり派手な動きをするとマイクにぶつかっちゃうから、右手で持って、あそこに投げればいいのか。そんな飛ぶ？そんな飛ぶかこれ。こうがいい。お。まあまあまあ。まあまあね。吸い寄せられるように登っていったけど。これを登っていけばいいんだね。この登り方はもうわかる。これをギュッと掴んで、さらに掴む。これおもろいんだよな。これ VR ならではよ。めっちゃ動いてるからな、俺これ。結構いいよ。Fuck me! Fuck! 痛かった。あ、しかも、あれ、なくなっちゃったじゃん。マジかよ。なんだよ、なんだよ。ちょっとミア、私怪我しちゃったよ。ミア。ミア、連絡しない約束だったが、綱が切れて30フィートは落ちた。あ、これイベントか。これもイベントなのか。なんてこと？大丈夫？どうだろう。待ってて。あなたの声が聞こえないところまで離れるから、体の様子を確認したら教えて。体を調べる。こんなこともできんの？腕を四方から確認しましょう。左右のコントローラーの検査を押すことで対応する足を上げることができます。ああ、これを押し込むことで調べられるのか。一回、こいつはしまって、押し込む。これで、あ、足が上げて、まじまじと見るだけでいいのか。じゃあ次、右足。うわぁ、生々しいなぁ。傷ができたなぁ。これ、ミアどうすればいい？俺結局ミアがいないと、傷の対処法もわかんねえんだよ。どうするミア？なんて姿勢で俺は立ってるんだ、これ。かすり傷とあざができた。痛々しいよ、これ。ジャングルでは小さな傷でも命取り、ちゃんと治療して。やり方は覚えてる？ジャングルでなければな。私、アーバンシティボーイだから、こういう状況じゃどうすればいいのかわからない。いいや。何も覚えてないんだ。金梅笹を探して。黄色い花がついてる模様のない長い葉よ。わかった。探してみる。メモしておけばよかったのに。金梅笹ね。了解。通信終了。これで怪我直さなきゃな。ちょっとこれこのまま歩けんの？さすがに無理か。あ、あれか？黄色い花がついてる。これだな。これだ。これが金梅笹だ。多分ここからマチェットで、ほいほい。これで取れんじゃない？ほい、ほい。OKOKOK。あ、マチェットマチェット。マチェットはなくしちゃいかん。これは絶対に装備してなくちゃいけないんだけど、これが金梅笹ね。こうすることじゃ、わけじゃないよね。すげえ私器用なことしてるけど、そんな元気あるんだね。いや、絶対こういうことじゃないよな。中身をこうやって見るのかな。あ、腕も怪我してんじゃん。なんだよなんだよ。腕まで怪我しちゃってるよ。痛々しいな。こういうのって傷口見てから痛みって気づくんだよな。これで包帯を掴む。で、左手に持ちます。あ、これで腕巻ける。負傷した前腕に包帯を巻きましょう。逆向きだけど巻いてる。面白い。ただこれ殺菌されてんのか、この葉っぱは。わかんないけど、これ面白いわ。
テントで仮眠を取る。あー、なんか早々にミア消えちゃうかなと思ってたけど、意外と持ってくれるね。え？デイ 32？ え？なに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 ？ミア？ミア？来てジェイク、お願い？え？ミア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 ？だから、てか30日も経過してんだけど。